皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の粟井圭介です。本日、2023年、9月の21日、17時50分、日本時間で。こちら、ジョー・バイデン大統領や、その他のアメリカの議員の方たちや、大手企業の役員の方たち、それと、中国の政府の習近平国家主席や、王毅外相や、報道官の方とかでしたら、私のこと、よくご存知だと思いますので、違う声とか多分聞こえてるとは思いますけども、ちょっと大きな問題点申し上げますので、しっかりと、日本の、もちろんこれは日本の政府の総理や、内閣や他の国会議員や地方、各都道府県知事や市長や各議員の人たちへ向けてのメッセージでもあるんですけども、YouTube で私が、軍事費について述べた、内容のものを数日前にアップロードしました。それから iPad の動き方が妙になりましたね。これがアメリカ製品のパターンです。で、かたや中国メーカーのベッコーさん。僕の提案で我が天下や戦国富舞というゲームができて、それについてのお金の支払いがないっていうことを YouTube にアップロードしてから何か、強制的にゲーム中に遮断されたりだとか、そういうふうな嫌がらせのプログラムがされています。これは事実です。で、その辺のところが人間の手によるものなのか、AI によるものなのか、その判断がはっきり言ってできない。普通に考えたらそのような仕組みを作ってしまうと、まともなこと僕言ってますから、エネルギーの残存量問題が重要ですよね。今、これから先も掘り続ける分と自然再生可能エネルギーが今の比率で増えていくという計算で石油の採掘可能埋蔵量とかの数字出してるんです。世界国勢税では。残り、54年分です。石油関係がね。頭の中読んでる人間誰か間違えてる。昔のデータとかを誰か気にしてる。59年はもう2014年か、それぐらいの頃のデータ。もうしっかりしてくれ。ごめんなさい。電波で介入してくる人にも、間違っている人は叱らないとダメなんで、各、総理や首脳の皆さん、ちょっと聞き苦しい部分はありますけども、合間にこういう言い方しますけども、そういう人間にも向けてメッセージしか言わなかったら、分かってない。自分の方が分かってるって勘違いしてる連中がめちゃくちゃたくさんいますから、ロシアの方が毎年軍事費を縮小してくれてるんですよ。国連憲章で軍事費の縮小っていうのはしっかりと述べられてるんです。法律で。裁判所が、ちょっと待ってくださいね。裁判所の裁判官が事件内容を受け付けたときに裁判で法律名を求めてくる。これをしたから全て間違いだったんだと思いますよ。だからいつまでたってもみんな正常な稼働の仕方ができてない。人間としても NE の残存量問題を考えたら今更 F-35 なんか作ってる場合じゃない。だからロシアとか中国の方が物事がよく分かってたっていうことですよ。真面目に対応してくれていた。アメリカのその金稼ぎのために日本や他の西側諸国は大量の軍事増強という状況になっています。粟井圭介は二十歳ぐらいの頃に一回答え出しました。心身。心の神と書いて心身。第五世代戦闘機。車輪だけ置いといたらええって。もうエネルギーの残存量問題分かりましたって。そんなもん作る方はどうかしてるって。君たちどこまで金に狂ってるんだっていうことを日本のメーカーに言いました。こういう言い方でいいと思いますよ、本当に。年齢だけで上行ってると勘違い。自分の方が上だと思ってる人間、大間違い。エネルギーの残存量問題、90億人の命がかかっている世界の方は、はるかに上。昔もそれで一回、三菱、グループ、叱られてるから、粟井圭介に。人数集まったぐらいで強くなった気になったらあかん。実力あるかどうかや。強いっていう定義は、どれだけ人を助けてきたかや。世界に迷惑かけて自分の金稼ぎに使って何しとんの本当に。それが大手財閥ふざけんなよっていう話や。
これが残念ながらアメリカのメーカーさんにも当てはまります。淡井圭介にあれこれ言わして金稼ぎをしようとした連中がいた。もうこう見ていいと思いますよ。特に精神病院に行きにさせた警察官とか知識全然ない人間が現場に入って動き回ってましたから。その精神病院のその方法っていうのを世界中でなくさなあかん。ただただ医療業界が金稼ぎをしたかった。世界中第二次世界大戦とかあった。その後の戦争も事実としてあった。だから医者とか、看護師が必要だった。それをテレビで延々と放送していた。だから世界中で医者が増えた。で医者が金稼ぎに走った。国の税金に食らいついてきて、で警察と組んだ。これが事実です。もう詳細はホームページ淡井圭介の履歴の300番台に載せてます。で世界中の政府上層部の方にはその内容は伝わってるはずです。で国連憲章を今探してます。ちょっと待ってください。国連憲章、国連憲章でもこじゃってたと思うんですけどね。法律名まで出さなかったらみんな真面目に動かないで金稼ぎをしていたっていうのは、これは事実。裁判所の裁判官自体はそう。相手の法律面なんか求めたらあかん。その人間の責任や。最終的に裁判官が判断すんねんから。で、精神病院に来ていた人間で、テレビでは、岡田という名前で日本代表のサッカーの監督を務めていた人間は名札を変えて宝塚三田病院の精神病院でいた。医者として。で、連れて行った人間ももともとスポーツ業界で横領側だった人間が警察官になったんじゃないの。無理だから。それ昔一回決まってるの。そういう警察官が一回制服全員取り上げてください。で、刑事課に回るのは無理。制服は決まってるから。現行法規、現代日本法規で。おかしな判決を下した裁判官も全員調べて一回逮捕した方がいい。世界中で。まず自分の国。ちょっと待ってくださいね。これちょっとだいぶ時間かかりますね。ちょっと一時停止しますね。先ほどの続きです。国際連合憲章、第11条、こちらに書いてあります。総会は国際の平和及び安全の維持についての協力に関する1、一般原則を軍備縮小及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し並びにこのような原則について加盟国もしくは安全保障理事会はこの両者に対して勧告をすることができる。安全保障理事会が結局ロシアとか中国はまともで、軍事費を少なくとも、ロシアは軍事費を縮小してきました。だけども西側諸国アメリカを筆頭に覇権争いだなんだと言って、もしかしたら中国も、まだ後で見直しますけども、中国も軍事費上がってるかもしれない。拡大してるかもしれない。世界中してたことが全部逆。テレビ嘘のニュースばっかり流して、覇権争いだとか、人材派遣会社のことだったんでしょう、どうせ。ピンハネしてそこまで稼ぎたかったのかっていう話ですよ。で、本当に、他の、内容にも、国際連合憲章に抵触する部分は多すぎる。第1章の第1条とかも同じ。みんなの平和とかね、一番に書かれてるんだから。第一条の一に。エネルギーの残存量問題、石油の残存量問題、ね。ガスの、天然ガスの7割は石油の揮発したもの、採掘しながら一緒に揮発してるから、一緒に採取してるんです。で、石炭、ウラン鉱、こういったものを採取してる。で、限界がある。これ分かっておきながら、なぜアメリカ政府が、F-35 を世界中に売ろうとしたんです。もう日本とかは購入する形になってる。淡井圭介に言わせて言い訳として通らない。民主党も共和党も両方とも同じや。でも若い人がもう淡井圭介と同じぐらいの人間が大統領に出てきて無理だから、もうジョー・バイデンさんなんかもうおじいちゃんや。80歳ぐらいの人に責任を押し付けてみんな逃げんなよ本当に。
全員だよ。軍事メーカー全員だよ。ホームページにちゃんと書いてある。最終的には AI の自動使って iPad をすぐに電源入らんようにする。身勝手に遮断する。むちゃくちゃやしてることアメリカの。全然法律と照らし合わせた行動しない裁判官も日本の裁判官も含めて。分かってないねん、そいつらが法律を。分かってたら自分で法律名探すから、ちゃんと。自分たちがどこ、ここで自分たちが法律名探さんかったら、どういうふうな違法行為になるかということが分かるから。で、多分これぐらいの勢いで言った方がいいんだと思います。伝わりやすいから、本当に。危機感とか全員が持ってないから。もう世の中めちゃくちゃだから、本当に。テレビのニュースからしてもう投げ出してるから。このままだったら確実に滅ぶ。日本は30年以内に石油とかガスとか石炭の輸入止まるよ。間違いなく。早かったら10年かもしれない。自然再生可能エネルギーの普及がめちゃくちゃ遅い。なぜなら25年前も僕は同じこと言ってたのに、2011年になって自然再生可能エネルギーなんかほとんど普及できてなかったんだから。2022年のデータで全電力の主要国で 10% 以上。ただ、ブラジルとかカナダは国土面積が広くて大きな大河とかがあるから、水力で6割の電力を賄えたりしています。どうです?カナダのトルドーさんとか、昔は YK 線会いに行きましたっけ?だからロシアも本当はそれができてる方なんですよ。国土面積広いから。多くの電力を河川から得ることができていた。その河川水門回式玉発電とか地下水流トンネル発電で。まずい、本当にまずい。オリンピックなんかもう今すぐもうなくしましょう。あとスポーツ振興法。商業原理だけでいい。それで生き残れるスポーツだけでいい。それ以外のスポーツは何にも意味がない。その人たちが力仕事したりしてるところの映像なんか僕は特に知らない。スポーツの試合をしてるが力仕事じゃない。実際的な力仕事。ダムを作るときに、建設するときに大きな石とかを数人がかりで持ち運ぶ。力持ちなら3人か4人いたら200キロぐらい持ち上げれるでしょ。それ置いていきゃいいんですよ。僕が中身の入った灯油缶1缶18リットル、だから18キログラムぐらい、だいたい。それを4缶同時に持ち上げれてたんだから。その当時、その、2000年の頃、中和株式会社で働いていた勤務者、今頭の中にのよぎった内容なし。あ、喋って言ってるっていうことは頭の中でもそう思ってる。心の声でもそう思ってる。拒否権ぐらいある。法律でそうなってる。そこで法律名とかを求めてくる裁判官とかは、全然寝不足になってなかった。逆や、ルールが全部。逆です。政府の人間だけは守られていた、コンピューターに。人の命まで奪って、睡眠時間まで奪って。できるから、それコンピューターは。それは本当の話や。神がかり的な力での被害のところとか見たらわかる。マワイケイスケが訴えた内容をいちいち棄却してた裁判官なんか全員裁判官無理や。公務員か今すぐやめろ。ふさわしくない。で、自分の親族で、テレビ局とかに出て、エロ打った人間何おんねん。大企業の人間は、正直に言え、本当に。片っ端からそういうところからしっかりと世直ししなかったら、この世の中絶対無理です。滅びます。これが世界中の政府の人たちへのメッセージです。で、早急にコンピューターでの淡井圭介の攻撃をやめさせてください。ありといかなる内容でも、普通のことを僕は申し上げた。世界中の軍備の生産、戦車、戦闘機、そんなものいらないって。災害時が発生した時に物資を運搬するヘリをたまに作るぐらいっていうことをホームページに記載した。そしたら、iPad を強制的に遮断されたりとか、そういった脅しをまずかけられてきた。脅しは刑法でも民法でも、ね、威嚇行為、違法行為、法律に言ってる。言ってないことにしようとしたため、その第何条とか求めてきて。それは卑怯者の生き方。教える分にはいいけども、裁判始まったら必ず裁判官とか、その第何条とか当てはめて、物事を考えなきゃなんない。相手は言ってきてるんだから。状況を言うだけでいいの。
それをしないんだったら裁判官なんか一人もいらないの。ずっと癒着で金稼ぎするから、自分たちの高い給与で。まあ、アナウンサーもスポーツ関係のアナウンサーはクズが多い。髪の毛染めることすらやめられん。そういう人間の比率が多すぎる。安藤桃と宇賀夏実が髪の毛染めたまま荒井圭介の自宅の横を歩いたのを見た。海洋基本法違反。いちいちそれまで条例名言わなきゃなんないの？ちょっと一時停止。はい。これが海洋基本法。海洋基本法。平成31年度版の六法全書から目次から消したって無駄だから。海洋基本法ぐらいある。ね。今しっかりとピンと合わせないようにしてたでしょ。コンピューターが。それが証拠。本当はピンと合うから。自動で。で、第1章の第1条や第2条や第5条やもう違反してるとこいっぱいあるから、エネルギーの残存量問題から関してもそんな髪の毛染めて海を汚染するようなもの、河川海を汚染するようなものをいちいち作っちゃダメ。エネルギー余計に消費するんだから。運搬とかで消費してるでしょ、運ぶのに。トラックとかで作るのにも生産工程でエネルギーを消費してます。こんなこと僕は小学生ぐらいの頃から学校の先生に教えてもらいましたよ。誰、平成31年度の六法全書から海洋基本法目次から外したの、載せなくなったの、余計な法律ばっかり作って余計な法律ばっかり載せたの誰？もうスポーツ側の人間も立候補すんな、いらんから。医療業界の人間も、あと警察官だった人間、検察側だった人間もや。あと裁判官だった人間もや。いらんねん、そんな人間。この国の公務員として、国会議員として、みんなの投票？そんな方式使ってるからずっと癒着してたんじゃないの？これが民主主義の限界や。金ばらまいて企業にいろんなことやめなさいって言ってることをほったらかしにして見逃してスルーして全然注意しないで改革しないですぐに海洋基本法をずーっと各六法全書に載せておいてください。日本国内としてまずできることは、自由民主党の人たち、どちらも同じですよ。立憲民主党の人たちももともと自由民主党なんですから、そこから分裂して自民党と民主党っていう名前で略語使ってごまかしてきたんですよ。昔からのテレビのアニメ漫画ゲームと同じ一文字飛ばしバラエティ番組とかと今まで説明してきました。いろんなケースを意図的に一文字飛ばしたり、不良漫画も同じ、不良のドラマも同じ。怠慢とは職務怠慢のこと。第二次世界大戦が本当にあったんだから、それそうでしょ。焼け野原鳴ってるのに。仕事みんな大忙しで復興大変だったのに。仕事サボってる人間がいたら、それめちゃくちゃ怒られるに決まってるでしょ。服装から何から何まで怠慢や。職務怠慢と同じや。職務を外した怠慢。怠ってる、髪の毛染めてる奴らが多すぎる、不良漫画。実際髪の毛染めたもう不良、ヤンキー、それは大人になっても。今日も春山聖骨に髪の毛染めとる人間何にも起きよ。その辺の美容院が不良化してるの。美容大学とか美容師専門学校とか作っていらないから、美容師なんて。今度は学校関係の天下りや。もう25年前に一回それで話決着つけたのに、またまたごっちゃごっちゃしとう奴らがたくさん存在する。髪の毛染めてる人間なんか現場で働かさんかったらええねん。それができないところの経営者が国庫にお金返納したらええねん。そいつらの口座とか差し押さえて。まず車からや。そいつらがちょろ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 車乗り回して余計にエネルギー消耗しよう。喧嘩をかけてきよう。春山整骨院とかに来たりして。この15年間でずっとそうやったやろ。それぐらいの間で。昔もそうやったやろ。潔の悪い。今頭の中で阪神タイガースがよぎりましたけど違いますからね。
あと一応言っときます。秀和株式会社の、それの睡眠時間の件のことも、それを働かせた会社で、上司だった人間が悪いんです。それよぎったからといって僕は睡眠不足にならなきゃならない理由なんてないんです。ねえ、申し込みまかったでしょ。スポーツ側に回ったら終わり。みんなの金使っていて、税金を使いまくってたっていうことはもうバレてるんだから。それ銀行側に行っても同じ、証券側に行っても同じ。昔から銀行と証券会社に嘘はあるって1920年にアメリカの議会で結論出てるから。詐欺罪や。で、3信徒以内の請求で行かなあかん、民法の方で。で、昔から強い人たちはそれしてるから。それで取り締まってるから。もう海外の方から日本代表で監督をしていた岡田っていう人間のサッカーの、10年ほど前です。で、その男は精神病院でどれぐらい勤務していたのか全部調べて裁判でそいつのあの口座も土地も建物を差し押さえてください。これで余計な人間が、あと警察官も、粟井圭介を精神病院に連れてた警察官、海外の方から訴えてください。日本の政府でそういうふうにしようとしてる人間は多分いないんだと思う。法律面を求めてくる逃げ方で、で、どうせ裁判官と組んでる。ちょっとこう本当に、粟井圭介軸にして物事立ち回らなかったら、もともと誰が総理になっても歩合出来高人材派遣業法とか、賃金叩きをずっと行ってきた法律、なくなってませんから。岸田さんは1年以内にできるっていうことを、僕は1年以内にできるっていうことを考えたときに、できるって返答してくれてます。だけども、もうすでに1ヶ月ほど経過してますよ。タイムリミットは来年の8月30日まで。それまでに結論が出なきゃなんない。みんなの投票は終わっておかなきゃなんない。日給歩合出来高人材派遣業法。他にも個人情報方法と、特定機密方法案。余計な法律作ったら、もうコンピューターの世界はめちゃくちゃや。もうこんな世の中まともに稼働するわけやない、最初から。全員政府の人間でも投げ出してしまうから。エネルギーの残存量問題忘れるんだろ？忘れるから、今でも春山整骨院に車で次々次々乗り入れてきよう。はっきり言う。一番最初に東京ドームを作った読売ジャイアンツの罪は重い。それは後で、その地域の人間は引き継いでいかなあかん。東京都の人間は東京都のチームへ行ったらええ。ドラフト会議とかで他球団、他の球団とか東京都の人間取らんでいい。関西の人間は関西の球団に行きなさい。中部地方とかだったら、中日。北海道とかだったら日本ハムファイターズ。まあ東北とかだったら楽天の方か距離近い方、北海道行くか。もうその範囲でいい。粟井圭介の神がかり的な力の上乗せでどうなったかみんな分かったでしょ。今年の阪神タイガースの結果とかで。今までの話の内容とか、ルール法律だっていうところで、物事動いてきたでしょ。天の轟きだって見なさいよ。私が録画して言ってるんだからいろんなことを。いろんなこと同時にしながら。なぜ再生回数が増えてない？現実から逃げ出してる証拠や。日本中の裁判官は見なあかん、その動画。あと天気についてとか台風についてのところ。あの世行ってから叱られるのは君たちだよ。規約してしまってるんだから。そして未来の人間から叱られろ、裁判官とかしっかりとテレビに映して。君たちがいち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 法律面とか求めなかったら、河川水門開閉式玉発電がとうの昔にたくさん出来上がっとるやないかっていう話になってるわ、未来では。国会議員も同じや。他の公務員も同じや。全員敬語使わなあかん、公務員の方が。公務員の方が悪いことをずっと見逃してきたんだから。
削除する、削除というか、しっかり作っておいて動画でアップロードするべきでした。僕の悲痛な叫びみたいなものですね。その、警視庁とか訴えてたでしょ。で、その中で、110番通報したのに、真面目に対応しなかった警察官とかいっぱいいるんですよ。自分で何とかせえって言ってきて。いらんねん、そんなやつ。で、そいつに向かって言ってる。お前見とけよ、あの時110番したのに助けんかったやつだって。お前の名前絶対世間に公表したるからなって、むちゃくちゃ怒ってる映像。お前らがどれだけ汚い金を稼ぎしてきたかって。お前らの親族6親等以内見るからなって。で、それが裁判所が隠すのって。どうせスポーツ側の人間とか大企業の人間は混ざってたんじゃないのって。そういう家系ばっかりや。もうどういう世の中か。よく見てみろ。人口、2003年に個人情報保護法が日本で出来上がってから日本は極端な少子化や。韓国なんか、2045年には65歳以上の人は 50% を超えんねんぞ。日本は 38% 超えでも政府はしっかりとだいぶ前からデータ出しと。もうそれから先どうなるかわからん。極端な減り方しとうから、もうそこから先の減り方はえげつない。世界中どこも同じやん。アメリカとか中国でもちょっと前は 1.4 やん、出生率。2% でなんとか横ばいや。もともと出生率は。もともと結婚して出産までたどり着いてる人間は、世の中の半分の人がいたかどうかの世界だったんだよ。それは今はもう3分の1以下まで低下してんだよ。もう軽犯罪法の礼儀の部分がいらん。礼儀を間違えてるのはコンピューターや。国会でも荒井慶介は大臣以上ということで、大臣並みということで通っています。訂正大臣並み。だから、この間文部科学大臣が内閣改造で降りたでしょ。髪の毛染めてる人間なんかいらんって、YouTube でしっかり言ってる。100万年早いよって。理由も述べてる。これ以上どうでもいい人間が、ほんと髪の毛染めてるような人間がもう、議員に立候補しちゃダメですよ。法律的にはできるよ。けど髪の毛染めてる時点で違法行為側なんだよ。違法行為しますよっていう形でテレビに出てきてるやつ。どうせ調べたらなんかいろいろ結構出てくる。髪の毛染めてる人間は。もともと責任問題や。元総理の息子とか孫とか、そういう子孫の人たちが、まあ娘のケースもある。議員として立候補になって責任問題で、その地位についてるんですけども、安倍さんの時はある程度外交とかでうまくいった分はある。だけども、それ以外のところで、まあ、確かに安倍政権の時にかなり話が進んだんでしょうけども、自然再生エネルギーの普及とか。僕はしっかり物事を動かそうとしなかったら、もうこの国は最初から何もかも、この国だけじゃない。もともと世界がそうだったの。1997年8年フルーツラーパークで僕が言ったことを覚えてるでしょ。それで黒人初の大統領オバマさんが大統領になってるんだから。みんなの前で人権策も呼んだんだから。その1997年の頃が、私が20歳ぐらいの頃。ね。僕は中学生の頃はもっと前、阪神・淡路大震災の前、その頃に書いた人権作文。だから黒人初の大統領への流れができた。そしてそれは必要だったの。日本とアメリカは世界で一番悲惨な戦争をしたから。総力戦で最後、日本中絨毯爆撃されて日本中で焦土化されてるのに、とどめとばかりに原発を2発投下されてる。だけども、その日本人がアメリカの方と仲良くしましょうって言ってる、この熱いエール。応援、エールって。これがもう、エールをビールと表現したり、どこの国や本当に同じ文字を使って、日本語でカタカナの表現したら同じや。アルファベットで文字書いてごまかすな。酒は出してごまかしてたんだろう、昔の上の方の人間が。アルコール類のことや、ワインとかウイスキーとかシャンパンや、ヨーロッパだったら。反省せえ、もう仕事中に酒なんか飲むな。
こういう話は社会的地位抜きにしてください。それこそ国民に対するひどい侮辱行為です。勤務中に酒なんてね。で、ただし、労働時間としてしっかりと換算してないプライベートの時間帯を放送してたりするケースがあります。だからその辺のところは皆さんしっかりと引っかからないようにしましょう。それをテレビ局はナチュラルで引っ掛けようとしてたのかもしれない。だから自分たちのことをあれこれ言われないようにするためにね。酔っ払い防止法でも目次で出ています。で、正式名称は違うんですけども、それでもいいんです、言い方として。で、他者、お酒を拒んでるのに、拒んでる人にお酒勧めたらダメなんです。それだけで違法行為なんです、結構な。そんな暇あるんだったらバイオエタノール作らなきゃならないに決まってるでしょ。NEの残存量をさっき言った。で、最近ニュースになってるガーシー議員っていう人も、本当は何年前の人かわからない。昔も見たようなことがあるような気がする。もしくは順番的にカタールとかの何か建設、スタジアムの建設とかに行った方なのかもしれない。その内容を進めた議員かもしれない。そして調べられたかもしれない。で、もともとはスポーツ選手だった可能性がある。で、もっと辿っていくとハーフだったとか。第二次世界大戦とか、ああいったものは本当にあったから、本当に様々な部分でややこしい状況はあるんです。だから、淡井圭介はアメリカとの友好関係、オバマ大統領が広島に訪問してくれて、で、被爆者の会の人たちの代表者の人と肩を抱き合ってくれて、涙目になりながら。だから、ああいうふうな光景が必要だったんです。世界中どこの国も隣国同士で戦争したことない国なんかないから、世界中みんなで乗り切らないと。本当に頑張って支援再生可能の普及で、余計なものを作らないこと、髪の毛染める薬品とか、あと医療業界の精子が生産されなくなる薬とか、余計な人減らしして、自分たちだけ給料を得て、重罪人や。岡田監督、君のことだよ。本名何か知らないけども、テレビに出る人間は全員本名だけにしてくれ。それでテレビに出た人間、名前を偽ってた人間一人でもいたら、そいつはもう偽証罪としてあげて。じゃないと無理や、この世の中絶対に。次から次へと嘘ついて、自分だけ修復を肥やして、自分たちの子孫だけ生き残ったらええっていう考えに、そういう方向にばっかり考え、エネルギーの残存の問題を聞いたら、すぐにその方向で考えて、すべて隠蔽しようとする奴ら多すぎる。これで来年サッカー界12球団になってなかったらもう許さへんよ。以上、世界中でしっかりと、対応してください。もうオリンピックは即中止にしましょう。今できない人間は、明日も明後日も1年後も10年後もできませんよ。同じこと25年前には私が言いましたから。ほら見てみなさいね、25年間も経過したのに何もできてない。今まで国連の理事だった人何したんです。武器は作るわ、大量の金儲けをしようとするわ、僕には1円も払わへんわ、中国の別行さんのこと。ちょっと話がごっちゃになりましたけども、だけどアメリカのハリウッドも同じ淡井圭介の提案で作られた映画に関しては、それ何か金一封ぐらいは出してもらわんと、こっちだっていろいろ考えて作ってるんだから。それともその話で、君の名を世界中の映画館で放送させてもらった？違いますよ。話はエネルギーの残存量問題からもうしっかり答え出てるんです。隕石なんかミサイルの迎撃じゃないって君の名は最終的に避難を呼びかけたでしょ？テレビの放送とかみんなで呼びかけたらいいんですよ。それで避難するしかないんですよ。落ちてくる特定地点をある程度予測して。いち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 そんなもんミサイルなんか作ってるエネルギーの余裕なんかないんだから。だから世界中の映画館で放送された。だから歴代1位の日本の映画として、歴代1位の売り上げになった。これでいいんです。誰？世界中の政府の上層部だろうが、大きな会社の役員だろうが、その社員だろうが、そこの会社の、
淡井圭介に金払わないで、別の話に切り替えようとして、すり替えようとした人間誰？重罪人や。単位がめちゃくちゃ大きい。いいですか？アルマゲドンという映画は、1997年ぐらいに放送されてるんですよ。放送というか放映。1997年か8年。隕石が落下しようとしてきたら、ロケットに人間が乗り込んで、誰かが命を懸けて、隕石に取り付いて、ドリルで穴開けて、中で核兵器を爆発させる、その人は生きて帰れない。っていうシナリオだったんですよ。だけど、もっと先へ行った答えを私は持っていた。呼びかけ。緊急避難。これで十分。何のためにあんなにバカでかい望遠鏡を作ったのって。コンピューターの支配を受けないレンズの望遠鏡。それならそこには嘘はない。人間の目の方は信じれる。コンピューターは国の隠蔽をかばおうとする。会社も。べっこうさん、わかりました？全従業員の人、淡井圭介に早急にお金払いなさい。そうしなかったら河川水門開閉式ダム発電とかの特許は取れない。それはそれでどこの国も進めれないかもしれない。17万人以上いるんですよ、僕だって。そこからいろんな会社と話し合いとかして、それでも時間なくなるし、いつスタートできるかわからない。協力してくれよ。お前ら舐めてんの？本当にべっこ。お前らの会社丸ごと差し押さえられる方やぞ。してること。我キューレットのコラボイベントで飴舐めてる釈迦出してきて、ひどい挑発行為や。侮辱行為を通り越しと。あれほど真面目に作らなあかん言うてるのに。だから私は日本人にバンド名とかも真面目な良いような名前のバンド名にしなきゃならない。で、歌詞とかもしっかりとした綺麗な歌詞を書かなきゃならない。それで声質とかも変わるから。今僕変わってるから。今良いこと言ったから。声はちょっと澄んでるでしょ。仕事中に真面目に仕事するぐらい当然ですよ。一応ホームページ、淡井圭介の履歴の写真の周りに、運転免許証の周りに、僕は働いていた勤務先のホテルのバッジを一緒に掲載しました。まだ疑ってたの？本当に8月9日生まれ、長崎原爆投下の日や。今呼びかけたのは淡井圭介のことを未だに疑ってる人間。あと、嘘を言う人間。淡井圭介は本当のことをホームページで、掲載していたり、喋っているのに YouTube で。全然違う内容をインターネットゲームの我が天下、戦国風武などで言い回してる奴はたくさん存在した。100人超えてる。一人一人特定するのに時間がかかってるだけや。平気で日本中の暴力団相手にお前ら潰すって言ってるのはこの淡井圭介や。死刑判決求めたりとか。その、どうせエロ業界のやつら。工藤会、九州の。もともと昔からそういうニュースがあったんだったら知らないけども、2011年以降、淡井圭介が即座に言った。その数年後ぐらいに、いつものルートで送った SD カード、高島屋宛てで、死刑判決が妥当だって。で、死刑執行せなあかんって。こちらは今呪われてるけど、そんな話どうでもええ。呪いぐらいそいつに返せる。そいつらに。もともとレイプとかして、それを金に変えてた連中や。それがエロ業界や。そこと組んで金稼ぎしとったところなんかどうなんか分かったやろ。フジテレビ、君たちのことや。DMM.com の CM を流しとったところや。
電子書籍、そこもお取り上げや。会社名ごといらない。世界中のオンブズマン、要するに法律の使い手の人たち、動いて、国際司法裁判所で。CCC カルチェアはオランダのフィリップス社でしょう。いらん。エロ業界や。そこはエロって金に変えてきた。昔も同じや。同じこと言った。なぜまだ存続してる。いいか、国際司法裁判所の判決。社会に公開せえ。国際司法裁判所の裁判官が妥当だったかどうか。裁判官として。妥当とみなせない場合、国庫にお金を返納してもらう。今までの給料や。むちゃくちゃな見逃す判決しとったら許せん。今まで淡井圭介を精神病院に入院させてきた連中、特に警察官、外から挑発行為を仕掛けてきた人間、どうせそいつらもエロ業界で混んでた連中や。で、銀行員とか証券会社でそういう人間は昔から山ほどたくさん存在する。テレビ局ももともとそうや。ドラマ関係見とったらわかるやろ。脱いでるシーンなんかなぜ必要やねん。いらんわ、一つも。世界中どこの映画もや。服ぐらいしっかり着てテレビに出ろ。何歳年上でも同じや。海辺でも、湖でも、川でもないところで水着になるな。なる必要がない。鬱陶しいね、お前らの言い方。お前らが高級得てる。許せることと許せんことはあるわ。それだけしっかり覚えろ。こういう口調で言わな。どちらが上下関係上か分かってない連中が多すぎる。世界に対してどれだけ貢献してきたか。できんの。世界中の政府上層部と、こんなにややこしい世界で、話つけれる人いんの。日本人でも、他国の人でも。一応、エロ業界相手の人間に、ごめんなさいね。まともな政府の皆さん、ごめんなさい。エロ業界の奴らに向かって今叱ってますから、もうこういう言い方言わんかったら、もう図に乗るよ、すぐ、いっつも一人で歩かないの。複数。根性がないから。で、普通に敬語で話ができない。46の人間の家の前まで来て、ここの家の前とかで数年前までもう毎日たむろで喧嘩売ってきよ。しかも学生も、もう中には本当は学生じゃないのに高校生の服とか着てる連中も本当は存在するからわからない。もういろんな地点でそれ見てる。もう昔からややこしいやつがいっぱいおるから、たくさん存在するっていうこと。今の言葉は一般人の方への向けてのメッセージです。いっぱい言いましたけども、メモできてます。何回か見て、一時停止しながら僕の言った内容をしっかりと対応してくださいよ。またコンビニで余計な雑誌が並び始めましたから。コンビニイコール雑誌何も置かなかったらいいんですよ。コンビニエンスストア。イコール雑誌を一冊も置かない。そうすれば次ターゲットは本屋や。ツタヤとか。アダルトコーナーの置いてある。どうし、判例隠しばっかりして本当にお金がないと判例の司法書士官まで行けないのに、司法書士会館でも一応判例は見れますけども、まあ、とにもかくにも、ちょっと僕一人じゃ金銭的にも、どう考えても無理なんで、交通費、その判例見に行くのにお金かかって時間もかかるから、どう考えても無理だから、本当に世界中の、まとも側の人たち、法律に長けてる人たち、裁判で本当にどうにかしてください。これ本当無理ですよ。本当に滅びます。ずっとほとんどのことほったらかしにしてきたのが、
25年前の頃から物事を淡井圭介がほったらかしにしてきたんじゃなくて、その頃の政府、世界中の上層部がほったらかしにしてきたっていうことになります。どれか一つじゃない。全部いる。河川水門開閉式ダム発電も、かまど発電も必要だし、もちろん太陽光パネルは絶対に必須。これはもう揃えれるだけで揃えなければならない。だから、普通のシリコンタイプの、多分ガラスくっつけてるものって言った方が分かりやすいと思う。あちらの方が、一応金属、まあ必要な素材の金属の種類が、まあちょっと希少、ある程度希少である、ある程度ね、大量生産しますから。で、こちらのこういう風なものは、特に、原材料、不足はないということなので、もうこちらの方でもいいから、大量に作らなきゃならない。で、一応、ペレストロカイブ式が2025年の4月から日本政府の実装されるっていうことですけども、もう今工場あるんでしょう。もう作れるだけずっと作り続けたらいいんですよ。で、本当は、ペレストロカイブよりまだこちらの方が発電力あるでしょ。だからこれでもいいから、屋根の上、日本中の、政府の方で早く、日本の政府、世界中どこの政府もそうですけども、電力会社に屋根の上明け渡しなさいっていう法律作ったらいいんですよ。駅から何から何まで。発電できそうなところはもう全部それで発電するっていうことで。で、あとはゴルフ場関係ですね。一応三田市のゴルフ場だいぶ前に、太陽光パネルを、しっかりと設置して、まあ、場所は分かりました。これね、ちょっと昔の地図で、まあ、このこと世界中の人、別の国の人で聞いても全然分からないと思うんですけども、神戸市の上に三田市という市があるんですけども、その上がね、この辺が文字違うんですけども、滝郡って書かれてる、まあ、この辺のところがね、君の名はの滝郡かもしれないんですけども、滝郡だったんです。で、隣の篠山郡とくっつけて篠山市にしたんです。で、その境界線のところにある、三田カントリークラブ27っていうところ、こんなね、この辺が、住宅地内はここのツツジが丘と、まあ、大体ウッディータウンとかフラワータウンとか、この辺りが住宅地密集の、あと友ヶ丘かな。だから、こんな奥のところまで車で行かれたら、車でガソリン消費するでしょ？もういらんっていうことになるんですよ。でも、ここは破綻してるところなんですけども、ゴルフ場作りすぎてね。テレビとかでゴルフを流行らせると、結局こうなるから、会社の金使って、身勝手に、ゴルフ場を作ろうとする連中が存在する。それが大手企業。で、そんなこと1990年ぐらいに結論出てるのに、まあ、無駄な悪あがきをしてるゴルフ業界の人間、一回物事正して、しっかりとね、とりあえず女子ゴルフなんですけども、まあ、兵庫県で大会するんだったら、僕の目の見えてる範囲でっていうことで、神戸電鉄の田王寺駅降りたところに降りて、まあ、15分か20分ぐらい歩いたら、ゴルフ場があるんですよ。そこでゴルフしなさいっていうことで、大会開くんだったら。で、したんですよ、それで。18ホールだとか16ホールだとかどうでもいいって。早く終わって、その方が余計な費用かからないっていうことになるんですよ。ちゃんと電車で行くでしょ。いちいち車になんかに乗ってゴルフ場なんか行ったらダメなんだなっていうことを全員が思えなきゃなんない。それ25歳の、あ、25年ぐらい前、20歳ぐらいの頃、20歳頃の頃、いろんな人たちの前で言いましたから。で、近隣のゴルフ場の、オーナーの人が相談しに来ましたから。まあ、とにもかくにも、あんまり内容が多すぎたら、何から手をつけたらいいかわからないと思うでしょうから、とにかく、できることは日本国内でも海外でも対応してください。国際司法裁判所頼みでいいんだって思ったら大間違い。もう各裁判所でフル稼働させちゃいいんですよ。世界中の。一般的な裁判所も。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信履歴がしっかり来るように、しておいてください。サイバー攻撃本当にやめてくださいよ。
僕の iPad、スマートフォン、パソコンとか、まあテレビも含めてですけども、この間テレビなんか勝手につきましたからね。池上彰のニュースそうだったか。予約してただけで。タイマーとかそんなことセットしてない。身勝手につきよ。それ本当に人間が死ぬんですか？ AI なんじゃないですか？これはアメリカの政府の上層部とか、いや、もう一般人にもこういうことをしっかりと言った方がいい。で、テレビでもある程度放送してるんですけども、一般人の人たち、自分たちがサイバー攻撃を受けてるっていうことを認識できてないんですよ。僕もはっきりと明確にそういうふうな状況になってるっていうことが分かってから自覚はできるようになりましたから。で、警察官も分かってないんですよ。裁判所の神戸地裁の民事部の窓口にいる人たちが電波で直接コピー機に半導体とかにアクセスしてどうとでも変えれるっていうこと分かってないんですよ。この AI 社会とか IT 社会っていうのを早く終わらせなきゃならない。これが本当の話です。以上です。皆さんご対応ほどよろしくお願いいたします。先ほどの続きです。2023年、9月22日。なぜかね、動画が途中で途切れたんですけども、コンピューターの、違法な操作によって容量、身勝手に調整したってしてますから。で、そうそう、最後の方で何を言おうとしたかって言ったら、相手チームの選手とか笑っているのに勝ってるとき、何回も見たことありますっていうことを今言おうとした、先ほど言おうとしたんです。だから僕は笑おうが怒ろうが、あなたたちだって怒っていて勝ってたときいっぱいあったでしょって。それ全部返しなさいよっていうことを言ってるんです。エシロンとかで記録があるでしょ。それをマリナーズやレンジャーズに返して、アストロズは負けなさい。誰かが正々堂々とはっきりと言った方がいいんです。今顔持っていかれています。顔の感覚でわかります。この辺とかちょっとくぼんできたでしょ。君たちが粟井圭介の力を使って同じワールドシリーズ優勝できたんだから、自分の力だけだと思ってたの。大概にしなさいよ。それをひどい挑発行為だとか、ね。お金も払ってない、粟井圭介。ものすごい略奪や。もともと阪神淡路大震災の被災者を助けるっていうことで話始まってるの。粟井圭介のこと。粟井圭介を助けるで話始まってるの。そうじゃなかったら、僕の努力で優勝してるんだから。君たちが、対戦チームに頭を流したらいいんだよ。それは根性あるところを見せるっていうことなんだよ。他者から力借りて、ずっと無失点で抑えているピッチャー、どこが偉いねん。その人にお金払ったんか。その人に。ダルビッシュとかのことや。粟井圭介に直接金払わんでどうすんねん。結局それは大谷翔平も当てはまるし、もし違うような方法でのお金の支払いがされているんだったとしたとしても同じ。本人からある程度ポケットマネーを支払わなきゃならない。それと、会社がある程度のお金を支払わなければならない。そして大リーグは、もう球場見たからわかる。千賀投手が所属しているメッツ、観客席ガラガラ、だいぶ前から。西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区で分けて6球団に編成し直し、これがアメリカの政府は早急にしなければならないこと、あとスポーツ振興法なんかいらない。で、西地区は西地区のチームと試合してください。中地区とか東地区を混ぜられると、日本人が寝てる時間帯とかだから勝ちやすくなる。
これがヤンキースの勝ち方だった。違うチームに日本人投手とが行っていた。イチローさん、野茂英雄さん、先に野茂英雄さんでそれからイチローさん。その他の選手いっぱいいた。勝ちやすくなる。日本人選手が混ざってるチームと戦ったら。チームの勝利の方。イチローさんはまだ西海岸だったからなんとかなってる。起きてる時間が違う。根本的に無理がある。これをいつものルートで送った SD カードで言っていた。言っていたけども、ずっと潔が悪かった。ヤンキースが。さすがヤンキース。不良と自分で名乗ってるだけのことはある。だからといって、その不良行為、通用すると思った大間違い。君たちは当分最下位や。本物の経営の難しさを思い知りなさい。それとも、スタジアム、球団所有にしてない。どっかの IT 関係。その IT 関係が、他国から、為替相場変わってんのに、むちゃくちゃな金額搾取したりしてるんだよ。その国の生活水準に合わせた内容で販売するしかないの。そうしなかったら商業原理もあるか顧客離れが起きる。はっきり言う。ドイツもこいつも。まあ言い方ちょっと訂正しておきます。ドイツもこいつもって言ったドイツのことと勘違いする人が存在するから。誰も彼も経済を分かった気になってる人たちが多すぎる。それでは分かってるうちに入らない。大元の金の流れ、国のからの税金の流れとかを見極めれる人間がいなきゃならない。そしてまっすぐにこういうふうにストレートで、腹割った話でしっかりと言える人間が必要だ。それができない人間はまがいもの。テレビとかのインタビューで、それに応じない議員。なる資格なんかない。どうせ金儲け目当てで議員になってる。一般業、きついよ。収入面。最後のどうなるか。何のために働いてたのかわからないっていう最終結論に行き着く。世界中で先進諸国はどこも少子化、経済原理的に無理がある。エネルギーの残存量問題と破産法の問題。破産法が通ったら通ったら消費税が上がる。かといって一軒家を売るときに値引きなんかしたらあかん。きりなくなる。二階建てにせんかったれ。一階建てにして駐車場作らんかったれ。最初からそれが答えや。で、畑の上に絶対家建てるな。どこの国もや。取り返しが効かんような。教えなあかんことが多すぎるのと、覚えなあかんことがたくさんあるのに、覚えてない人たちが多すぎる。向こうの辺もひどい挑発行為や。近くの、家の近くにあった田んぼとかは、その上に家建てたバカどもが存在する。老朽化している建物を解体するだけでよかったの。人口少子化20年以上も続いていて、なぜ家が売れる？仕事の絶対数まで少なくなってきてるのに、まともな正社員雇用としての、まともなベースアップとかのある賃金の、住居手当とか扶養手当とか、ないんだよ、民間人は。ないところはボーナスもない。無理なんだよ。最初から家のローンなんか絶対返済できない設定だよ。途中で仕事はなくなる。50
50歳から60歳で働いてる人何人見ました？若い人たちの方が今少ないんですよ。それでもあんまり見かけないでしょ。もう仕事を失ったら、もうそういうこと。なかなか再雇用になってない。行政の対応が遅すぎる。ハローワークも全然機能していない。もうこれ以上建築業界の横暴を見逃すことはできん。誰か法律に強い人。神戸市北区、西宮市の北部にある物流センター、阪神物流センターの横に新しい物流センターを作ろうとした企業を訴えて、川西市も作ろうとしと、もともとある、あったはずや川西市も。人口縮小しと。これ以上必要になるわけやない。もともとある物流センターの人で増やしたらいいだけ。トラックとか止まっと。ベルトコンベアの音もしてない。黒猫ヤマトとか、この間見に行きました。音が聞こえてこない。人も見受けられない。もともとスーパーマーケットで買い物しと、そこの冷凍庫とかは倉庫や。で、冷凍食品でも、値段が同じものでも下がっているものがあります。これは冷凍していても腐るからなんです。缶詰に関してなんですけども、缶詰は冷やしてもいないから腐るんです。早く。常温でも持つわけないでしょ。昔から言われてますよ。缶詰は腐るってね。作りすぎなんです。人口これだけ減ってるのに。生産体制を狭めるしかない。で、缶詰買う人なんかなかなかいない。もうちょっと前に、缶詰食べて、じんましん出ましたから、湿疹でも発疹でもいいんです。言い方は何でも。ブツブツが出てきたの方がわかりやすいかもしれない。河合圭介は大谷翔平に帰ってきてほしいっていうことを言っています。それはさまざまな意味含めてです。翔平のトミー・ジョン手術は嘘です。本当に肘にそこまで違和感があったら、あんなにヒット打てません。肘の調子がどうこうと言い始めたニュースが流れた後、翔平はまだ打席に立っていて、ヒット打ってますよ。どれもこれも普通に考えたらわかること。テレビ出てる人間は平気で嘘を言う。動画を作成してる連中とかもね、テレビで放送したからっていうことを理由にしてね、それで金稼ぎに走ってる。こちらは動画の意味、制作してる意味、全く違う。本当のことを真実をさらけなければならない世界。そして誰、河合圭介の顔使って勝とうとしてたの。顔取り上げたやつ、取り返すから。できる。動画見てるときに間違った考え方で撮ったりしてる連中、今淡井圭介の後頭部をげんこつで殴ろうとした人間わかるから、そっくりそのままお前にその痛み返すわ。できる。これはルール法律正当防衛や。
余計なこと考えるな。お前らよりはるか格上が淡井圭介や。淡井圭介より上の人間なんか総理以外にはっきりていない。違う意味で天皇陛下は上ですけども、だけども政治には関わることはできないことになってます、日本国憲法で。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。